皆さんこんにちは、司会の新藤です。リポーターの佐藤です。よろしくお願いします。冒頭の VTR にも出てきましたが、皆さんは曲げ伸ばしや節々について違和感をお持ちではありませんか？そこで本日は膝関節をテーマに、今は大丈夫でもいつか訪れる関節の不安に備えることはできるのかというところにズバリ切り込んでいきます。まずは膝関節のお悩みについて